でもさっき聞いたらすごい嫌だったと。え、誰、河合さんですか。もう本当に本当に嫌だったっていうことを。え、嫌だった、一緒に歌うのが嫌だったんですか。はい、嫌だって一人で歌いたかったんですよね。はい、はい、河合里奈です。本日はお集まりいただきありがとうございます。あの完成披露で皆さんに見てもらうのをすごく楽しみにしていました。今日は短い時間ですが楽しんでいってください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、皆さんこんばんは。陽子を演じさせていただきました松本ほのかです。今回声優初挑戦ということで、緊張しましたが楽しくやることができました。今日はぜひ楽しんでいってください。ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは、伊藤健太郎です。こうして完成披露という日を迎えることができてすごく嬉しく思っています。今日は短い時間だと思いますけれども楽しんで帰っていってください。よろしくお願いします。片寄さんがまだ到着されていませんので、到着されるまでの時間、主人公の湊さんを呼んでいます。ですので、ちょ、川井さん、ちょっと湊さんを呼んでいただけますか。あ、じゃあ呼んでみましょうか。はい、湊、はい、君が流れている。あれ、これはどこからどういう、あれ湊、ここだよ。おー、劇中のシーンのようにすごい水の中に湊さんが登場いたしました。すごいなんか一国道さんみたいになってますけど大丈夫ですか。あ、そろそろ時間だ。え、時間、もう消えちゃう、消えちゃうの、あ、消えちゃうの、あ、消えちゃう、消えちゃう、到着しましたよ。はい、あれ大変でしたね。はい、いや、ま、ちょっとすみません、過ぎちゃって間に合わなかったですね。ね、ちょっとね、少々の遅刻という。はい、あ、今日はお越しいただきありがとうございます。まあ、自分にとっても初めて声優に挑戦させて、まあ、松本さんも初めてって、はい、伺いましたけれども、この作品で良かったなと思える作品になっております。今日皆さんにお届けできることがすごく嬉しいです。本日はよろしくお願いします。本日の主題歌、本作の主題歌を担当されていますジェネレーションズのメンバーの皆さんも片寄さん一緒にご覧になったというふうに聞きました。はい、そうなんですよ。はい、どうでしたか、一緒に見て。いや、すごく喜んでました。やっぱこのような素敵な作品で曲もたくさんかけていただいて、はい、すごく物語の鍵となる曲にもなっているので、うん、はい、メンバーもすごく喜んでて、なんかこう世のため人のためになったなと、メンバーも満足してました。あ、そうですか。はい、うん、いい仕事したなという、はい、いい仕事したなっていう雰囲気がメンバーの中で流れてましたね。はい、湊と雛子が2人で歌うシーンというのが本編で何度か登場するということになると思いますが、実はこれは現場で片寄さんからのアイデアで、まあ、一緒に歌うということになったということですよね。はい、監督、あれ、あのシーンはもともと1人ずつで歌う予定だったんですか。そうです、2つのシーンがあって、はい、片寄さんと河合さんがそれぞれ歌うっていう日に、はい、やっていたんですけど、先に片寄さんがやって、なんかラフで2人でなんか軽い感じでラフにしてたら、じゃあもういるんだったら片寄さんが一緒に歌っちゃえばいいんじゃないのって。川谷さんと一緒に、で別々にやるっていうのも僕らもこう確信がなかったので、うん、じゃあやってもらった方がいいんじゃないかなと言ったら、すごくいい感じのが垂れて、本当なんかね、2人でなんか本当、まあ、可愛らしいカップルというか、まあ、彼らは幸せなんだろうなっていう感じのすごく逆に割とオーソドックスなタイプの映画だとは思うんですけど、そこら辺は逆に斬新なのかもしれないっていうふうに思いましたね。片寄さん、どうしてその発想になったの。そうですね、まあ、でもなんかやっぱ空気がやっぱ出るというか、やっぱその歌の仕事をやらせていただいているからこそ、やっぱそのレコーディングのブースの緊張感だったりとかっていうのも、うん、自分は知っているつもりなので、なんかそういった空気感の中で一人でやるよりも二人で歌った方がなんかいい空気感になるんじゃないかなっていうのをイメージしていたので、うん、でもさっき聞いたらすごい嫌だったと。え、誰、河合さんですか。もう本当に本当に嫌だったっていうことを。え、嫌だった、一緒に歌うのが嫌だったんですか。はい、嫌だって一人で歌いたかったんですよね。はい、いやだって上手い上手いし、ね、
やっぱこうキーとかキーがこうって言ってくださるんですけど、よく分かんなくて、うん、キーがこう、キーがこう、キーがこう、なんかキーはこうだよみたいなで、歌っててこれキー合ってますみたいなで、2度目ましてぐらいだったのでそうそうそう、あんま会話もしてなかった状態で歌に入るっていうのがすごく緊張してしまいました。なるほど、あ、それは知らない人と話しかけるのが嫌だったっていうことなんですか？そういうことじゃない、まあ、それは知らない人と話も嫌だったら歌も嫌でしょうね。嫌でしょうね、はい、緊張しました。まあ、でもそうとは思えない感じに仕上がってます。そうですね、仕上がってます。本当にあの僕はもう川井さんを笑わせよう笑わせようとしながら、うんうん、あのやってました、うん、伊藤さんそれ聞いてどう思いましたか？冒頭のシーン今から皆さん見てもらえれば分かると思うんですけど、はい、もうねすごいんですよ、2人のラブラブが。だから僕はもう見ててなやこれと思ってもうなんですごい羨ましくなりますからね、本当にすごいですよ。ここはもう楽しみにしてもらってて、うん、大好きなシーンですけど、ラブラブがね、はい。